こんにちは、鉄道ニュースの時間です。4月14日、関東鉄道上総線でローカル線車内でプロレスが行われました。関東鉄道上総線は東京から40分の茨城県取手駅から伸びるローカル線です。ローカル線で機動車が走っていますが、利用者が多いため頻繁に運行されています。当日はプロレス用列車マーベラス号が走ったようです。車内では写真のようにプロレスが行われたとのことです。プロレスは日本では30年前にブームになったスポーツです。関東鉄道がプロレス列車を走らせたのは初めてのことのようです。なお、写真は関東鉄道株式会社の公式 X アカウントでのツイートからお借りしました。@関鉄_info は公式アカウントです。ぜひご覧ください。面白い列車が走るのを見るとワクワクしますね。ありがとうございました。ほぼ毎日鉄道ニュースを発信するので、よければチャンネル登録といいねをお願いします。